9月21日で解散することを発表しているアッドロアが、最後にして最高を目指すライブステージアッドロアラストライブの詳細を発表した。アッドロアラストライブは音楽活動経験ゼロからメジャーデビューしたアッドロアの6人にとって初のライブステージの場で、その後も数々の公演を重ねてきたゆかりのある会場池袋クラブミーキサにて9月21日に開催される。ラストライブでは2022年2月にリリースしたデビュー曲ヘイズドリアリティから、今年リリースしたストラグルフットステップスまでの全14曲を披露することも発表。アッドロアのデビューからの軌跡をパフォーマンスを通して振り返りながら、活動の集大成をオーディエンスに余すことなく届ける公演となる。さらにラストライブではアッドロアがセルフプロデュースする新曲を披露することも明らかに。アッドロアは昨年開催し満員動員を達成したワンマンライブアッドロアオリジナルライブワンバイワンアット WWWX にて初の作詞に挑戦したセルフプロデュース曲アッドロアサイファーを披露したが、ラストライブで披露する新曲はグループ活動史上最大の挑戦として、作詞のみならずトラック制作もメンバーが手掛ける完全セルフプロデュース作品となる。アッドロアが新曲に込めるテーマはズイム、読みズイム。自らのコンプレックスに葛藤しながらも音楽活動を通し、コンプレックスこそ最高の自分自身として向き合い、メッセージとして発信し続けてきたアッドロアならではの思いが詰まった新曲になるだろう。新曲に関する思いや完全セルフプロデュースへの意気込みは7月7日にアッドロア公式 YouTube チャンネルにて生配信されたアッドロア12th ブロードキャストプログラムにて語られているほか、制作中のトラックも一足早く聞くことができる。なおラストライブのチケットは本日7月8日20時よりプレオーダーの受付を開始。アッドロアラストライブ日程2024年9月21日土曜日オープン16時スタート17時、公演終了後特典会実施、本公演はスタンディングでの開催となります。会場池袋クラブミーキサ郵便番号 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目 14-3B2 階チケット情報。一般チケット2000円税抜き1818円、入場時終演後実施予定の特典会に参加可能な特典券を1枚を渡し、チケット販売スケジュールプレオーダー受付7月8日月曜日20時から7月25日木曜日23時59分 https://eplus.jp/odd/ore/一般販売8月1日月曜日10時開始予定。主催キングレコード株式会社パルス株式会社企画エビルラインレコーズデイズド。公演詳細はアッドロア公式 HP をご確認ください。 https://odd/ore.jp/schedule/2024/1149/